山田電機ベスト電機ベスト電機、福岡本店株式会社ベスト電機は、福岡県福岡市に本社を置き、九州地方を基盤とする日本の家電量販店チェーンストア。かつては家電量販店業界において業界主義であった。現在は山田電機の完全子会社。 1979年度から1996年度まで日本で業界シェア1位の家電販売店チェーンだった。2012年12月13日に山田電機が第三者割当増資を引き受け、正式に同社の子会社となった。本社は福岡市博多区地位を6丁目にの33。西鉄331系電車の奥に見える建物が 旧ロゴ時代のベスト電気店舗第一家庭電機からベスト電気に移行した FC 店舗創業者の北田光雄は戦前、満州国の法天商工銀行新京支店支店長、大理であった。ソ連対日参戦直前に関東軍に召集されたが、敗戦を迎えシベリア抑留されることが明らかになると脱走して、先に妻林が避難していた父、北田亀吉が通過市で経営する。 流線ホテルに身を寄せていた際に通過事件に巻き込まれ娘を失うなどして無一文で博多に引き上げ帰国後は様々な事業に手を出していたが貧しい生活を送ったそうした中で北田光雄が倉庫業を目的として1953年9月3日に資本金25万円で九州機材倉庫株式会社を設立したが始まりであるそして 1956年1月に現在の福岡本店でバーゲンセンターとして家電の販売を始め現在の主力事業に参入した。1968年にはベストサービスを設立し店舗名をベスト電機に変更した。1973年3月に株式の額面変更目的のために株式 会社ベスト電機が九州機材倉庫株式会社と合併し、同年9月に福岡証券取引所に上場した。1979年度に家電量販店業界で第1位となり、1996年度まで業界1位の家電販売店チェーンの地位を維持した。1982年12月には東京証券取引所2部にも上場し、 1984年8月に東京証券取引所一部に指定外となった。1972年に設立され、1980年代の家電流通の中核を担った家電量販店の業界団体、ニバの主要企業の一つでもあった。このニバは加盟している主要企業間で出店地域を住み分ける新市協定を結んでいた。ところが、 北関東 YKK と呼ばれた山田電機や小島といった北関東を本拠地とする非加盟の家電量販店チェーンはそうした住み分けにとらわれることなく経費の安い郊外に出店して急速に成長し2羽加盟企業の市場を急速に奪ったさらにヨドバシカメラやビッグカメラなどのカメラ量販店大手の家電量販店事業への参入などでもその地位が脅かされ 加盟企業は軒並み業績不振に陥るようになった。そうした家電販売業界の変化により、1997年度には小島に抜かれ、業界1位より転落した。2012年現在は8位となっている。戦術のような二場は、加盟企業間での出店地域を住み分けの影響で、国内では九州地区を中心とした店舗展開を行ってきた。しかし、 1985年にヤオハンと提携して初の海外進出となるシンガポールオーチャード店を開店するなど日本の家電量販店としては早くから海外事業を展開。海外事業の提携相手であったヤオハンが経営破綻した後も海外での店舗展開を持続させており日本の家電量販店では珍しい国際的な店舗網を維持してきた。そのため 海外での店舗展開のノウハウを持つ家電量販店との評価もされている。t ゾーンとの提携 t ゾーンが福岡店を撤退した際に当社が協力したことをきっかけに2001年6月16日に t ゾーン渋谷店にデジタル家電コーナーを共同出店を行った。2馬系同士の連携の模索2002年2月4日にデオデオとエイデンの他に 上新電機と緑電化を加えた家電量販店4社連合と業務提携で基本合意したが9月19日には同連合からの離脱とエディオンとの業務提携を解消を発表しておりこの提携は実現しなかった同時に当社を除いた3社と電光同3級が提携することになった10月に解消された同年6月には 第一家庭電機の経営破綻に伴って、同社 FC の一部店舗を、当社の FC 加盟店へ、業務移管して、店舗網を拡大した。2008年1月にエディオンがデオデオを介して、同グループへの参加を打診したが、ベスト電機はこれを拒否した。しかし、明確な拒否回答はないとして、エディオンはデオデオを介して取得したベスト電機株式、約3%を、継続保有し、 引き続き提携を模索し続けた。桜屋への資本参加から生産へ、同業の株式会社桜屋は、2004年5月に、投資ファンドのフェニックスキャピタルが約70%を、出資して、経営再建に取り組んでいたが、2006年12月1日に、桜屋の実施した第三者割当増資を24億9634万円で、 引き受けて40%を出資して、同社を参加に入れた。ベスト電気代表取締役副会長、グループ CFO が桜屋の会長を兼務した。2008年3月10日には、残る株式40%も取得して、完全子会社とした。2010年1月に、業績の低迷していた桜屋の会社生産を含む、事業再構築計画を発表した。そのうち、 立地面から今後も一定の売り上げが見込めると判断された4店舗については当時提携関係にあったビッグカメラが継承することになり桜や船橋店を同年2月21日にビッグカメラ船橋駅店として開店したのを皮切りに3月にかけてビッグカメラの店舗として順次真相開店することになった時計専門店ウォッチはラオックスが引き継ぎ ラオックスウォッチとして4月23日に真相開店した。同店では桜屋の元従業員を一部再雇用している。それ以外の店舗は同年2月28日にすべて閉店となった。株式会社桜屋は6月30日付で解散して生存手続きに入り、2011年7月27日に東京地方裁判所が 会社の特別生産の手続き集結を決定して、桜屋は、明日ともに消滅した。閉店後も扱っていた、ホット安心保証は、ベスト電機の山田電機三回入り後の2013年2月28日を、もって、取扱いが終了した。ビッグカメラとの資本、業務提携2007年9月20日に、同業の株式会社ビッグカメラと、資本、業務提携契約を結び、 ビッグカメラはベスト電機が同年10月に実施する約56億円の第三者割当増資を引き受け9.9%の株式を所有する筆頭株主になることになったと発表した。その後、ビッグカメラ岡山駅前、A、店の配送、出張修理、サービス業務をベスト電機の子会社ベストサービスに委託した。さらに、 ベスト電機広島本店を全面改装し、ビッグカメラベスト広島店として2008年3月6日に開店した。家電販売はビッグカメラが行い、広島本店の社員はビッグカメラに出向の形になった。配送、出張修理、サービス業務については引き続きベスト電機が行い、ショップブランド商品についても共通化していった。 ビッグカメラベスト広島店については2011年5月に閉店。同年7月8日にベスト電機 BB 広島店に再転換され、同店を中心とした複合商業施設として運営されていたがベスト電機広島店は2016年2月28日をもって閉店した。2008年8月25日、 ベスト電機がビッグカメラに対して第三者割当による自己株式処分を行い、ビッグカメラの株式比率は14.86%となった。同年10月15日にビッグカメラと相互に役員を派遣し合うことで同社の持ち分法適用関連会社となり、同社が株式を追加取得して持ち株比率を15.03%まで高めることになったと発表した。 これにより、両グループの売上高を単純合計すると、約1兆円となり、業界第2位に相当する連合となっていた。2009年3月19日に、ベスト電気90%ビッグカメラ10%の出資で株式会社 B&B を設立することで合意。同年4月1日に会社設立し、同年6月5日には、第1号店として、9。 ベスト電気山口本店がビッグカメラ山口店として開店。その後、同年9月に第2号店としてビッグカメラ小倉南店。同年11月20日に第3号店としてビッグカメラ菓子店が開店。最大3店舗がビッグカメラのフランチャイズ店舗として運営されていた。2012年にビッグカメラは小島の買収を発表したが、その時点では ベスト電機との関係は現状を維持すると表明していた。しかし、当社への追加支援に消極的だったことなどから関係が悪化。一方で2012年7月13日にベスト電機は山田電機の子会社となることを発表。その席でベスト電機はビッグカメラに対して業務資本提携の解消を申し入れているとしていた。それを受け、 2012年12月21日にビッグカメラから送られていた役員2人が退任。2013年3月21日に同月31日付で提携解消することを正式発表した。2013年3月21日にビッグカメラとの間で同月31日付で業務、資本提携を解消することで合意したと発表した。提携解消を受け、 最後まで運営されていたビッグカメラ山口店、ビッグカメラ小倉南店がビッグカメラの店舗としては2013年5月31日をもって閉店。共にベスト電機の店舗に再転換され2013年6月14日に開店した。特需の反動源で業績悪化地上デジタル放送への移行に伴う特需とエコポイントで売り上げを伸ばしていた。 家電量販店業界は一転してその反動源に見舞われた。そのため、当社も2011年8月以降、売上高が対前年比で約30%落ち込んで存続の危機を迎えることになった。それを受けて、イオングループが資本、業務提携して子会社化し、当社の野豪を維持しながら営業を続けると支援を申し込み、 当社の主取引銀行である西日本シティ銀行もこの提携を歓迎していた。しかし、この提携交渉は不調に終わり、実現しなかった。景気低迷や他社との競争激化に伴う業績不振に不正郵便問題など伴う信用失墜が重なり2010年2月期の連結決算が、 基礎予想よりも損失が拡大するとともに2期連続の営業赤字となることとなった責任を取って2010年1月12日付で浜田隆社長と有素の健一会長が代表取締役を退いて非常勤取締役となり同年5月の株主総会後に退任することになった。これを受けて2010年1月12日付で 深澤正和代表取締役副会長が新社長に就任し、翌月2月に伊沢信近が代表取締役専務に就任したが、わずか2ヶ月後の同年3月20日に、深澤正和社長と伊沢信近専務は共に代表取締役を退いて取締役となるなど、経営陣の内紛が表面化することになった。これに伴い、 同年5月の定時株主総会で、浜田隆と、勇祖の健一、深沢正和と、伊沢信近を含む、取締役18名中11名が退任し、経営陣を刷新することになった。山田電機との資本、業務提携で同社の参加へ、山田電機は2007年8月21日に、 関東財務局に提出した大量保有報告書で当社の発行済み株式の5.24%を保有していることを明らかにしたが、この時点では順当資目的と説明していた。その後、株式買い増しを行い、2007年9月7日時点では6.47%の株式を保有する実質的な筆頭株主となっていた。その後、前日の 第三者割当増資の結果、第三位の株主に転落した山田電機の山田昇社長はベスト電機株を買います考えがあることを明らかにし、9月25日にはベスト電機の株式を7.71%まで買いまし、さらに2007年11月にはベスト電機株を40%まで買います意向を明らかにした。2008年にビッグカメラが ベスト電機の株式を買いまし、同社を持ち分法適用関連会社としたことで、当時の山田電機はこれにより、ベスト電機との提携を一時は断念したものの、その後もベスト電機の株式保有を継続していた。2011年2月末時点での山田電機による株式保有比率は7.45%にとどまっているが、これはビッグカメラに次ぐ第2位の株主となっている。 2012年7月13日、山田電機とベスト電機は、資本、業務提携を行うことを発表。同年12月10日に、厚生取引委員会が、両社以外の店舗がない10地域のうち、8店舗の他、事業者への譲渡を条件に、資本、業務提携を承認した。同年12月13日に、約121億円の払い込みが完了して、出資比率を、 約51%に高め、山田電機の子会社になった。なお、この資本、業務提携後も、ベスト電機の称号とベスト電機の株式上場も、続け、経営陣も派遣せずに、従来の経営体制を維持するとしていた。これを受けて、山田電機とベスト電機、エディオンの三社は、2013年8月1日に、対象となった8店舗のうち、ベスト電機の6店舗を、 エディオンの店舗へ転換することになり、BB からツバイパス店と BB アマギ店は9月末に、BB 島原店と諫早本店、サンロード式人吉店は11月1日に各々、の、譲渡されることになった。スも、モ、島んと地域の店舗は、同業他社の進出計画が現実化したことで、問題解消地域から除外されている。そこで、 BB カラツバイパス店は同年9月16日に閉店することになり、旧ベスト電機 BB カラツバイパス店はエディオンカラツ店として同年11月8日に新装開店、旧ベスト電機サンドードシティ人吉店はエディオンサンドードシティ人吉店として11月29日に新装開店、旧ベスト電機 BB 甘木店はエディオン甘木店として 同年11月1日に、新総開店、旧ベスト電気諫早本店、旧ベスト電気 BB 島原店の2店は、エディオン諫早店、エディオン島原店として、同年12月6日に、新総開店した。なお、山田電気、テックランドニュー秩父店も10月1日に譲渡される、ことになり、エディオン秩父店として、同年10月25日に、 真相回転した。また、ベスト電気店舗のエディオンへの譲渡発表と同時に、エディオンと鹿児島県で、ベスト電気をフランチャイズ展開している囲いイエレクトロも、同年10月15日をもって、ベスト電気とのフランチャイズ契約を終了し、同年10月16日以降のフランチャイズ契約先をエディオンに変更することを発表した。囲いイエレクトロが、個人事業者らが、 FC 契約を結んでベストフレンドショップとして展開していた8店舗の小型店を含む鹿児島県内の囲いエレクトロ関連の店舗は2013年9月30日までにベスト電機としての営業を終了した。2013年10月1日から旧ベストフレンドショップの8店舗の小型店がエディオン、鹿児島として営業を開始した。囲いエレクトロは 2013年10月15日をもってベスト電機とのフランチャイズ契約を終了し、翌10月16日にエディオンとフランチャイズ契約を締結。ベスト電機として営業していた店舗のうち17店は、同年10月25日にエディオン、鹿児島として真相回転した。過去イエレクトロのエディオンへの倶替えに伴ってベスト電機は、 FC の売上高約480億円のうち、約3分の1にあたる約159億円を失い、九州地区では初の全面撤退となった。2013年3月には、山田電機と仕入れや物流システムで共通化した。2014年12月16日には、山田電機の100%子会社、プロジェクトホワイトが運営する自作 PC 用、部品専門店、つくもを 福岡本店8階に開業させている。2017年7月1日に株式交換により山田電機の完全子会社となった。ベスト電機店舗の山田電機への転換ベスト電機が運営している山田電機に掲げられたバイベストのロゴが入った看板当初は全店舗ベスト電機の店名ブランドを残すとしていた。しかし関東地区などでは当社の知名度が あまり高くなく、山田電機ブランドによる展開の方が、集客効果が見込めるとの判断から、2013年7月にベスト電機運営による山田電機ブランド第1号店として、テックランド越谷三式店を開店することになった。この時点では、第1号店の業績推移などを見て、今後の山田電機ブランドによる展開を判断すると、していた。しかし、 2013年9月12日に山口県伊東の直営店のテックランドへの転換を進めていく方針を発表した。これに伴って同月20日にベスト電気狭山店はテックランド狭山富士見店にベスト電気改正店はテックランド改正店にベスト電気浜田店はテックランド浜田港町店として新装開店することになった。 さらに、同月21日に、ベスト電気帯広店は、テックランド帯広インストモール店として、同月27日には、ベスト電気大英所沢店が、テックランド大英所沢店、同日に、ベスト電気松江本店が、テックランド松江学園南店として、新装開店した。最終的に21店舗が、テックランドに転換された。テックランド転換店舗では、 ポイントサービスは、山田電機のサービスが適用される。また、購入した商品のアフターサービスも継続する。ベスト電機から山田電機に転換された店舗では、看板に山田電機のロゴである、山田の右下に、バイベストと小さく表記されている。国内外に店舗を展開したが、2番に加盟している、主要企業間で、出店地域を住み分ける。 新市協定を結んでいたこともあり、九州を地盤として店舗網を展開してきた。そのため、2007年9月時点でも、全572店のうち九州地方7県に約200店を占めており、その後の経営再検索で不採算店舗の閉鎖を進めたことから2013年2月末時点では、国内直営店166店のうち約80%が、 山口県と九州、沖縄に集中するようになった。2010年1月時点で直営280店舗と FC294 店舗の合計574店舗を数えたが、同年3月1日に発表した事業再生計画で2012年2月期までに直営店のうち63店舗を閉鎖するなど、店舗網の縮小を進め、2013年2月末時点で、 国内の店舗は直営店166店舗と FC 店241店舗の合計407店舗に減少した。また、厚生取引委員会が、両社以外の店舗がない10地域のうち8店舗の他、事業者への譲渡を条件に、山田電機との資本、業務提携を承認したことから、鹿児島県で当社の FC をしていた過去エレクトロは、2013年10月15日を、もって、 ベスト電機とのフランチャイズ契約を終了、鹿児島県内から撤退した。さらに、関東地区などでは、当社の知名度があまり高くなく、山田電機ブランドによる展開の方が、集客効果が見込めるとの判断から、二千十三年七月に、ベスト電機が運営する、山田電機ブランド第一号店として、テックランド越ヶ谷三式店を開店し、二千十三年九月からは、 当社の店舗数が多い九州、沖縄地方と山口県以外の直営店について、テックランドへの転換を進めている。そのため、テックランドへ転換された地域では、小型のフランチャイズ店のみになるなど、ベスト電気の屋号で営業する店舗の出店エリアは、縮小し、富山県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、香川県、鹿児島県の九府県において、 ベスト電気の野号での営業は終了した。撤退したフランチャイズ店の多くは、京都市の店舗を皮切りに、ライバル企業である、エディオンの緑ファミリーショップに倉替え。また、エディオングループへの倉替えは、東海地区のフランチャイズにも波及し、愛知県一宮市のフランチャイズ店は、エーデンファミリーショップに倉替えしている。その後両社は2013年までに、エディオンファミリーショップにブランドを統一した。 1985年にヤオハンと提携して初の海外進出となるシンガポールオーチャード店を開店するなど日本の家電量販店としては早くから海外事業を展開。海外事業の提携相手であったヤオハンが経営破綻した後も海外での店舗展開を持続させており日本の家電量販店では珍しい国際的な店舗網を維持してきた。 2004年12月20日に台湾の地場資本、カズヤスシグループと日本のデオデオの合弁会社で同地の大手家電量販店である台湾対一電機の株式の41%を取得して台湾に進出した。2005年にはベスト電機、シンガポールが51%、インドネシアの地場の小売り資本であるグン軍が49%出資し、ベスト電機、 インドネシアを設立した。2008年7月時点でシンガポールやマレーシア、インドネシア、ベトナムといった東南アジア諸国や香港や台湾といった東アジアに直営37店舗と FC2 店舗の合計39店舗を展開するようになった。2009年9月にはベスト電気インドネシアの合弁相手の小売り資本である番群に ベスト電気シンガポールの発行済み株式49%を上として資本業務提携の強化を図りシンガポールでのシェア拡大だけでなくインドなどへの出展を目指したその一環として2009年9月30日には現地の家電販売店とフランチャイズ契約を締結して店舗を改装する形でクウェートに中東1号店を開店し 海外の店舗数を45店舗にまで増やした。しかし、台湾対一電機への出資比率を73%に引き上げて台湾ベスト電機としたが、業績が低迷して再建が必要になり、2009年9月に第三者割当増資を実施して台湾の地場資本の AV 機器メーカーであるアクション社が引き受けて株式の過半数を取得し、 当社の連結対象から外れることになった。なお、台湾ベスト電機への当社の出資比率は約30%に低下して持ち分法適用会社となったものの2010年8月17日に同業の新興家電車を買収して全13店をベストの店舗に改装するなど事業拡大を進めていた。しかし、台湾ベスト電機は業績不振のため 2017年11月の財政資産報告において、不債額が明らかとなり、アクション社は同年12月25日に台湾ベスト電機の解散を受け継ぎ、同年12月29日をもって台湾から撤退した。また、家賃の高騰などで採算が悪化したことから、2011年5月31日付で、子会社の香港ベスト電機の3店舗を、 中国の家電量販大手であるソネー電機系の香港ソネーシティコール電機に従業員90人を含めて譲渡し香港から撤退することになった。その他2014年12月2日には合弁相手の番軍にベスト電機インドネシアの全株式を譲渡して合弁を解消し直営店17店をフランチャイズに切り替えるとともに 従来からのフランチャイズの2点の契約も、同社を通じた契約に切り替えることになった。同時に、ベスト電気シンガポールの株式については、合弁相手から取得して、完全公害者化しており、こちらについても、合弁を解消することになった。シンガポールでは、国内3位のシェアを有している。ベスト電気 BB ニュー,イート店アウトレットベスト原店ベスト電気原店。 柳瀬 BMW 福岡西支店2020年1月時点で、富山県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鹿児島県を除く40都道府県に、直営でベスト電気118店舗、テックランド22店舗を展開し、他に、フランチャイズ店舗が169店舗を展開する。前述の通り山口県、四国以外の店舗の多くが、 テックランドに転換されたが、該当する全店舗がテックランドに転換されたわけではなく、北海道、岩手県、神奈川県、静岡県、岡山県にベスト電気ブランドの直営店が存在する。日本国外では、マレーシア、シンガポール、インドネシアに展開している。現行店舗については、店舗一覧参照1999年にソフトバンクと 合弁会社として株式会社 eBest を設立し EC サイトに参入。2009年に株式会社ストリームへ全株式を売却後はベスト電機として EC サイトの展開は行わずフランチャイズに加盟したストリームへ商品供給を行うに止まった。その後2020年3月1日にペイペモール内にベスト電機ペイペモール店を開業している。詳細は 過去に存在したベスト電気の店舗を参照会員制度としては、現金払い専用のベストメンバーズカードとクレジットカード、ベストカード、オシエスがあり、消耗品の割引やアフターサービスを提供している。かつては現金払い専用のベストポイントカードと定型クレジットカード、ベストカードに付随するポイントサービスがあった。2013年2月27日までは、 店内全商品の200円ごとに1ポイント、500ポイントごとに、商品値引きに充当可能、ポイントに有効期限ありというシステムだったが、2013年3月1日からは、特定商品に対してのみ、ポイント付与、1ポイント単位で商品値引きに、充当可能、最終購入日から1年以内で、ポイントの無限類参可能というシステムに変更された、後、 2013年7月31日をもってポイントサービスを終了した。ポイント使用期限は2014年7月31日までで、テックランドへの転換店舗におけるポイントは、転換後も山田電機のサービスへ移行の上、山田電機のポイントとして使用できる。ただし、アウトレットベスト店では使用不可であった。2005年6月1日から、 福岡市と東京都の4店舗でエディの取り扱いを開始するなど、かつて福岡県内の一部店舗において電子マネーサービスの利用が可能で、守護かやにもか ID の利用が可能であった。しかし、山田電機グループ入り後、これらの電子マネーでの支払いができなくなった。一部店舗ではワオンでの支払いが可能である。現在は山田電機と同じプライベートブランド、 山田セレクトが導入されている。かつてはオリジナル商品ブランドとしてビビがあり、主に小型家電製品があった。日立製洗濯機には特に力を入れていて、NWSB56 等、便利棚が添付されている。マスコットキャラクターはベストくん、ベスティちゃん。それ以前にはベストの名とロゴ入りのブラウン管テレビを販売していた時期がある。 また子会社のインターコンプを通じて海外産の安価な家電製品を自社ブランドとして販売していた時期もあった。かつては家電販売以外に主に福岡県、熊本県、大分県にてベスタブランドで分譲マンションや建売戸建てなどの分譲住宅事業も手掛けていた。現在は分譲住宅事業は撤退したが住宅リフォーム事業は継続している。 2009年4月16日に郵便法違反容疑で元販売促進部長が大阪地方検察庁特捜部に逮捕され本社などが家宅捜索を受けた2年半にわたって自社ダイレクトメールを出す際に新身障害者用定量第三種郵便物制度を悪用し差額約2億4000万円の郵便料金を免れた疑いこれについてベスト電気は 大手広告代理店から法的検討を経た者として提案を受けており法令違反との認識はなかった原因を徹底調査し再発防止に努めてまいりますとのコメントを発表した4月30日に第三者委員会の形で特別調査委員会を社内にも受けているその後元販売促進部長は5月6日に 大阪簡易裁判所に起訴され、8月7日に罰金300万円の判決を受けている。主に地元福岡及び九州で活躍する DJ、タレント、フリーアナウンサーがベスト電気グループの CM、店内放送ナレーションを務めており、店内放送 BGM は全店舗共通である。かつて通販番組向けに作られた BGM がリニューアルした上で、現在も 店内で流れている。また、アビニョンの橋の上での替え歌もたびたび使われている。店内放送ナレーション CM に出演している、主なタレント DJ。ありがとうございます。